してください。相川さんに聞いてくれたまえ。このように息子も書類も無事に戻ってきました。すべて殿村さんのおかげです。教えてください。静かに、後で発表するから。殿村さん、勝手なことされてよ。中村さん、私は何も自分の手柄を自慢するために記者諸君を呼んだわけじゃない。ただ君はこの明智を捕まえて動きを封じたところまでは良かった。安心しすぎて助手の小林君の動きを見落としていたようだね。彼が君を尾行